窮地に陥っている東芝の問題です。ANN が独自に入手した東芝内部の資料で今後の資金繰りや取引先の銀行団に担保として新たに差し出す資産のリストなどが明らかになりました東芝は昨日取引先の金融機関およそ100社を本社に集め今後の融資継続を要請しました ANN が独自に入手した資料には東芝の今後の資金繰り状況が月ごとに示されているほか融資の担保として新たに差し出す東芝テックや東芝プラントシステムなど主だった子会社の株式や保有する事業所と工場合わせて4000億円分がリストアップされています。関係者によりますと、出席した知員からは、 担保に入れるよりそれを売って早く借金を返してほしいなど厳しい意見が出たということです銀行団は一旦今回の提案を持ち帰り今月中に結論を出す予定です